こんにちは。今回はこの2色を引き揃えて膝掛け編んでいこうと思います。両方ダイソーで購入していて、こちらはフラッフィーのオフホワイト、これがアクリル 100% 50g 155m 入っています。かぎ針が7号ですね。こういうのと、でこちらがミストヤーンのフィステリアパープル、こちらがポリエステル 100% 35g 140m 入っています。かぎ針5号ですね。これを中心部分から引き揃えて編んでいきます。1本ずつ出していきます。はい、こんな感じで中心部分から糸を取り出してきて、2本を1本のようにして編んでいきます。で今回10号で編んでいきます。でこういう風に持って、で糸をかけて、でグッと締めて、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを70目で決めていきます。まあ、果てしない作業にはまたなっていくんですけど、でここからまたプラス1します。で1つしたところから目を入れていきたいので、中長編みを編んでいきます。でここに中長編みを入れるので、立ち上がり2して、これは1目として数えなくて、糸をかけてこの一番最後のプラス1したところ、この裏山を拾って、糸をかけて3本を一度に引き抜いて、中長編み、これを1目として数えていきます。はい、マーカーをつけて、で糸をかけてこの裏山って決めたので、裏山を拾って3本一度に引き抜き、で中長編みを1つずつ最後まで同じように編んでいきます。はい、でここから数えて全部で71編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で糸をかけて一番最後の目、ここも針を入れて糸をかけて3本一度に引き抜いて中長編み、それで1段目完成です。でまた次の段は、まあ、次の段はね、玉編みを編んでいきたいなと思うので、鎖編みを1、2、まあ、3個編みたいんですけど、ここをちょっと締めたいので鎖編み2で立ち上がります。でこれを1目として数えていきたいので、マーカーをつけて進めていきます。で2つこの1目として数えて、でこの編み地を向こう側に倒します。で糸をかけて、この一番最後のところはこう入っているので、ここだなっていうことで 中長編みで、ここには入っているので1つ飛ばして、次のところここに玉編みを編んでいきます。糸をかけて、ここからこの未完成の長編みを1、2、3、4、5、5個未完成の長編みを同じところに入れました。で1、2、3、4、5、6個かかっている状態で、新たに糸をかけて引き抜き、これで玉編みができて、鎖編みを1つで、もう1つしたら糸をかけて1つ飛ばして、次のところここに針を入れて同じように編んでいきます。未完成の長編みを1、2、3、4、5、同じところに未完成の長編みを入れたら、1、2、3、4、5、6個かかってる状態で新たに糸をかけて引き抜き、でこれで鎖編みを1、2して、糸をかけて1つ飛ばして、次のところにまた玉編み、1、2、3、4、5、でこの状態でまた6個かかっているので、新たに糸をかけて引き抜き、で鎖編み2つっていう感じで繰り返し、最後の方まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで同じように編んできました。でここでまた鎖編みを1、2して、糸をかけて1つ飛ばして、一番最後の目、このマーカーが入っているところに針を入れて、糸をかけて3本一度にまた糸をかけて引き抜き、中長編みで終わります。一番最初鎖編み2で始まったので、これで進めていきますね。で2段目完成 で次も鎖編み3個したいんですけど、ちょっと詰めていきたいので鎖編み2して始めていきます。でこれが1つ目ということで、マーカーをつけて、
で編み地を向こう側に倒して、で次は糸をかけて、ここの穴ではなくて次のところ、ここの穴に針を入れて糸をかけて左2本で、また2本で長編みで進めていきます。で糸をかけてここの穴のところに戻って、糸をかけて左2本でまた2本な感じで進めていきます。で次はここじゃなくて次のところ、糸をかけて左2本、2本で長編み、糸をかけてここの飛ばしたところに戻って、左2本また2本、糸をかけてここではなくて次のところ、ここに針を入れて2本2本っていう感じで、でまたここの飛ばしたところに長編みっていう感じで交差に入れていきます。左2本また2本、これでスウェットまた同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように交差に編んできました。そしたら糸をかけて、このマーカーが入っている鎖編み立ち上がり2のところ、ここに糸をかけて、まあ、裏山を手前に避けて向こう下2本かかっているところ、ここをすくって、で3本一度に引き抜いて中長編みで終わります。で3段目完成です。で次も交差に編んでいきたいので、まあ、鎖編みはいつも2つで始めていきます。2つして、でここでマーカーをつけて、で編み地を向こう側に倒して、で糸をかけて、次はここの間にこうやって入れていこうと思います。針を入れて左2本2本で、糸をかけてここの、あの最初の穴のところに針を入れて、左2本また2本で長編み、これで進めていきます。糸をかけて次の、ここではなくて次のところの穴、ここに針を入れて長編み、で糸をかけてこの戻って長編み、これでずっとまた最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでまた最後の方まで同じように編んできたら、糸をかけてこのマーカーが入っている鎖編み立ち上がり2、ここのところに糸をかけて、また裏山を手前に置けて、向こうを下に2本かかっているところ、ここで引き出してきて3本一度に引き抜いて中長編みで終わります。でこれでこの段完成で、また次は玉編みで、また交差交差、このセットをずっと編んでいこうと思います。立ち上がりをまた2して、でマーカーをつけて、あれだ、マーカーをつけて、で編み地を向こう側に倒します。そしたら糸をかけて、この交差になってるこの2つの左側1つ飛ばして、次のところ糸をかけて、この頭を拾って未完成の長編みを同じところにここを入れていきます。2個目、3個目、4、5で5個したら全部で6個かかってるので、新たに糸をかけて引き抜き、で鎖編みをまた2つ、糸をかけて1つ飛ばして次のところ、ここの頭を拾って、未完成の長編みを同じところに5個、2、3、4、5で5をしたら全部で6個かかっているので、新たに糸をかけて引き抜き、で鎖編み2つ、糸をかけて1つ飛ばして、未完成の長編み同じところに5個、2、5、3個、4個、5個、あら、これで全部で6個かかっているので一度に引き抜いて鎖編み2。こんな感じで3段ずつ、3セット、3段を1セットでずっと編んでいくことで、玉編みもこちらがポコポコしてて、次はこのすっきり見えてっていう感じで、両方同じように見えていくかなと思うので、ちょっと進めていこうと思います。まあ、色も良かったかなと思います。このまま進めていきます。はい、ちなみになんですけど、ここ最後の方まで編んできて、一番最後もこの交差のところがあるので、糸をかけて、まあ、鎖編み2つしたところで1つ飛ばして、一番最後の長編みの頭、ここを拾って、未完成の長編み同じところに5個、3、4、5で5をしたら、
この6本かかってるところを一度に引き抜いて鎖編み2つで糸をかけて、このマーカーが入ってるところ鎖編み立ち上がり2のところにその裏山を手前に置けて、で向こう下に2本かかってるところここで引き出してきて3本一度に引き抜いて中長編み、これでずっと進めていきます。はい、こんな感じでだいぶ大きく編んできました。でここで一番最後は、まあ、最初中長編みで始めてるんで中長編みで終わろうと思います。これで立ち上がりを2して、まあ、一番最後なのでマーカーはつけずにこのまま進めていきます。糸をかけて、次はここの玉編みのこの何て言うかな、穴のところ鎖編みのところここを取って3本一度に引き抜いて中長編み、これで進めていこうと思います。でここで、で玉編みと玉編みの間に1つ中長編みを入れたいのでここを拾おうと思います。ここを拾って3本同時に引き抜き、糸をかけて、次はこの玉編みのところここに針を入れて3本一度に引き抜いて中長編みで、また糸をかけて、次ここの何て言うかな、ここここを取って3本一度に引き抜いて中長編み、糸をかけて玉編みのところここを取って3本一度に引き抜いて中長編み、ずっとこの最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように中長編み編んできて、今玉編みのところを編んできたので糸をかけて、まあ、玉編みのこの左側のところも取ってきたので糸をかけて、ここも同じように取ります。で3本一度に引き抜いて中長編みで、糸をかけてこの前段の鎖編み2のところここも裏山を手前に置けて、で向こう下に2本かかっているところここで引き出してきて3本一度に引き抜いて中長編みで終わろうと思います。でこのままではブランとなってしまうので鎖編みを1つしてクッと止めて、で糸をカットしてここで糸始末していきます。スッと抜いて、で針に糸を通して糸始末をしていきます。まあ、どっちも表でも裏でもなくて、まあ、両方見えるので、まあ、両方は道を崩さないようにして糸始末していきます。まあ、どちらでもいいですね、糸始末は。でこの中側に持っていきたいので、糸端をこの中側に持っていきたいのでこうやって道を崩さないようにしていつものように糸始末をしていきます。こんな感じに何回かしたのでここで糸をギリギリでカットします。で今と同じようにこの糸が残っているところ、最初も残っているのでここも同じように糸始末して完成させます。はい、こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。で結構今回も大きいのであらかじめサイズを測っておきました。まあ、ちょっと汚い感じなんですけどここから始めてちょっと長めにしましたね。横幅が62から63センチぐらいで、この深さ、どっちがどうでもいいんですけど、こう見ても、こう見てもいいんですけど、この長さが64センチぐらいになってます。で、糸はどれぐらい使ったかって言ったら、フラッフィーが3玉半ぐらいで、で、ミストヤーンが4玉ぐらい使いました。そういうところも何か参考にしてみてください。で、表も裏もね、同じ感じでできましたね。玉編み。で、交差玉編みなんですけど、こちらの玉編みはすっきりしてて、で、この両方、なんていうかな、挟んでる感じ、伝わるかな。ぷっくりしてて、交差で、ちょっとすっきりしてて、交差ぷっくりしてるっていう感じでずっと入っていて、で、反対側も同じように入ってますね。こんな感じ、すっきりしてるところが裏ではぷっくりっていう感じで、まあ、いい感じになったかなと思います。グラデーションになってて白ベースですごく可愛くなりました。でこの深さ、ちょっとこれカットできてないですね、後でカットしとくんですけど、まあ、こうやって折ってね、この折っても十分な大きさなので、まあ、しっかり真冬でも使えるかなと思います。まあ、この引き揃えで編んだことですごく1枚でも暖かいので結構大きいんで時間はかかるかもしれないですけど、いろんな色でいろんな大きさで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。